何単語の覚え方、この単語を語源で区切ると似た意味の単語と覚える。でこれが一番良かったです。テストしていかなきゃ覚えられないんですよ。なんですぐ実践できますから。はい、間違えた。めっちゃ簡単。ワードで始まりました。もてつチャンネルです。さあ、今回はですね、何単語の覚え方っていうのを紹介したいと思います。まあ実際にね、自分が英検1級受けた時にどういう風にやって難しい単語を覚えていったのかっていうのを紹介したいと思います。で、今回はデタタン、アンドロイド版の提供でお送りします。英検1級を覚えるためのアプリ、デタタンのね、アンドロイド版大幅に改良されましたので、ぜひ使ってみてください。では実際自分がね、どうやって英検1級のね、単語攻略したのか。昔ね、このパスタンとかね、一生懸命やりましたけど、これ英単語検定の時に使った2代目なんですが、もっと昔のね、書き込みまくってたんで、どういう書き込みしてたのかをね、紹介します。まずやったのは語源です。はい、私とにかく語源好きというか、語源を使って、なんとかむずい単語を覚えたいなっていう風に頑張りました。例えば、前回の英検1級に出てきた単語だと、サブオーディネーションなんていう単語があります。この単語を語源で区切るとサブが下ですね。でこのオーディネーションのオーディンってところが命令です。オーダーと同じです。だからこう下に命令する。オーダーっていうのは命令とか序列っていう意味ですから、だから従うっていうのが出てくるわけですよね。だ部下のことサブオーディネットとかって言ったりしますね。こういう風に語源で分けた単語がいっぱいあります。自分で辞書調べて、ジーニアス英和大辞典とかね、ランダムハウスとか引いて語源調べて、それを書き込んでました。これをやっていくことによってどんどん覚えていくことができたって感じです。でただこれだけやってもね、なかなか英検1級の単語ってね、攻略できないんですよ。なんたって語源引いたって記憶のヒントにならないものなんていっぱいあるわけです。でその時に、あ、これが一番良かったなって思うのはですね、仲間と覚える、似た意味の単語と覚えるっていうやつで、まあ単語帳によってはね、書いてくれてるのもあったりするんですが、書き込んでましたね私はね。例えば mesmerize っていうのが前回の英検1級に出題されたんですが、 mesmerize っていうのはこう魅了するみたいなやつですね。でこの魅了するって英検1級にいっぱい出てくるんですよ。で mesmerize って出たら、もう頭の中に enchant、 captivate っていう風に浮かぶわけですね。これちなみに超難関大でも出てくるので、一番上のクラスでは教えてました。一番上以外では教えてないです。一番上のクラスで出てきたら、はい、mesmerize、 enchant、 captivate 覚えておきましょうって言ってました。でこういう時にももちろん語源ですね。 mesmerize っていうの、 mesmer の部分が催眠術ですね。そっから来てます。 enchant はチャントが魔法とか歌っていうとこから来てるんで、両方とも覚えやすいじゃないですか。催眠術にかける、魔法にかける、覚えやすい。 captivate は capture ですね。これね、掴むなんで、キャッチとかと同じ語源ですね。なんでこう心を掴むって覚えやすい。そう、仲間をまとめて覚えて、語源とかも使って覚える。でその時にコアの単語を使うことも結構多かったですね。なんか覚えづらい単語ばっかで、あ、記憶残んないよって言ったら、例えばアトラクトとかを入れとくわけですね。アトラクトってできたら難しい単語、はい、レベルアップ、メスマライズ、エンチャント、キャプティベイっていう風に、こういう風に入れとくわけです。こうやって私は記憶しました。で他にも前回だったらミティゲート出てましたね。和らげるとか軽くするみたいなやつなんですけど、それが出てきたらスーズ、アピーズ、アピーズはピースから来てますからね、平和とつなげて覚えやすい。でアスウェイジ、なんかマッサージっぽいスペルで覚えやすいなって思ったんでね。であとアピーズと同じでEから始まるとかね、こういう共通点ね、常に頭に入れてたんで、トランクワライズとかもそうですね。でプレイケイトとかもそうですね。プレイケイトはプリーズと語源同じですから覚えやすくて、でもちろん一個一個のニュアンスは違うんですよ。今の時点で単語聞くとちょっとイメージが違います。単語と単語にズレが結構生じてるんですけど、当時はそんなことよりもとにかく覚えるだから、なんか似たようなやつ全部まとめて覚えようって一生懸命やりましたね。次に berate が出題されました。怒る系ですね。死活するとかのやつね。berate が出てきたらもう scold、 rebuke、 reprimand、 reproach、 この re で覚えてるんで、もうこれですぐ頭の中にバッと浮かぶようにしておきましたね。であと adjacent なんかも出てるから、 adjacent to の形で覚えておくといいですね。 adjacent to、 next to、 close to、 in proximity to とかね、これはトイックでも必要になりますね。っていう風に、もちろんこれもズレがありますよ。 next to と close to ってちょっと違う、近いと隣だからズレはあるんですけど、仲間としてこうバッと覚えました。でこれが一番良かったですね。たくさんの単語を一気に覚えることができたのはこれのおかげだと思ってますね。なんで仲間で覚えるっていうのは大事です。
そして続いて使い方ですね。日本語訳でもなかなか覚えられないよっていうのはですね、使い方を覚えとく、つまりフレーズとかですね、で覚えとくと一気に記憶に残ったりしますね。例えば今回のやつだったら embark が出てましたね。 embark って言ったら embark on っていうのでよく出てくるんで、それを始めるって、まあ船に乗るっていうのから来てるんですけど、 embark on a new business venture とかね、新しいビジネスベンチャーにこう取り掛かる、まあ launch とかね、これも重要な単語ですけど、そういうのと似たような意味ですね。であとは feign とかね、これ難しい単語なんですけど、 feignなかなか覚えられないな、ふりをするっていうので、feign interest とか、興味があるふりをするとか、feign illness とか、病気のふりをするとかね、こういうふうに他の符号を足してやることによって覚えやすくなるっていう、これはすごく使える方法です。で、他に eviction とかって今回出てきましたね。こう追い出されることですけど、で、receive an eviction notice とかね、退去しなさいっていうお知らせを受け取る。ってことね。エビクション単体で覚えられなかったものがこうやってくっつけることによって覚えられるようになるわけで、他にも altercation なんて難しい単語出てましたね。こう何か揉めたりするやつね。 scuffle なんかと言い換えられますけど、こっちも難しいですね。レベルが高い、まあ、ファイトとかにすれば短く覚えられますけど、そういう時に guarantee an altercation with 誰々 about 何々とか over 何々っていう風にフレーズで覚えておくと、誰々と揉めた何々のことに関してとかっていう風になるわけですね。こうやってやっとくことによってで覚えやすくなるってことはいっぱいあります。だからさっきの mesmerize とかだって I was mesmerized by her appearance とかね、 I was captivated by her appearance、 I was enchanted by her appearance みたいな形でフレーズで覚えると記憶に残りやすい。他にもさっきの berate とかだったら berated him for making a mistake、 ね、ミステイクをしたことに対して怒りました、叱りました、まあ、人フォーことの形を取れるわけですよ。さっきのね、まあ、scold とかね、 rebuke とか reprimand とかね、やりましたね。ああいう系は人フォーことをよく取りますよね。こんな感じで難しい単語を私は攻略していったんですね。なんですぐ実践できますから、実践ぜひぜひやってみてください。やっぱり単語を覚えたかどうかっていうのは、その先ほどの覚え方のコツはやりましたけど、一個一個やっぱテストしていかなきゃ覚えらんないんですよ。だから過去に出た問題をですね、テストすることができるのがこのデタタンです。デタタンっていうのはですね、この英検の過去に出題された問題をデータベース化してくれてるものです。これはヤードスティックって書いてあったら、はい、さあヤードスティックっていうのはどれでしょうっていう風に出てきて、あ、尺度だ。ね、こういう風にちゃんとテストしてやるっていうのが大事なんですね。 Retaliation だ、どれだろう、報復です。覚えてますよ、まだまだ1級の単語。 Yardstick 1級での出題は2回で、2020年の第3回と1995年の第1回、すごいね、こんな情報載ってるんですよ。 Retaliation は2020年2回と2014年第2回に出てますとかってね、こういう風に出題データまで見れます。こういう風にやっていくんですけど、前はねこの iOS 版しかなくて、そこから出してください、 iOS だけじゃなくて Android もつって出たんですけど、ちょっと改良が必要だっていうとこあったんで、そこをどう買ったのか見ますね。まず検索スピードが上がりました。例えば i で検索した場合っていうので 2.29 秒かかっていたと、それが一瞬、もう一瞬で出るようになったと。もう入力と同時に検索結果が表示されるようになったんで、200倍速くなりました。めちゃくちゃスムーズに使えるようになりました。もう単語検索が楽です。次は単語帳作れるんで、自分ので、その自分の単語帳作る時のこの単語の移動、すごい楽になりましたね。一瞬1秒で単語帳の、もうだから単語移動が簡単だ。オリジナルの単語帳をすごく早く作れるようになりますので、ぜひこの単語帳機能も使ってみてください。そしてその単語帳のまず起動ね、一瞬、もう一瞬で出せます。単語帳も一瞬でできて、単語帳移動も簡単、めちゃくちゃ使いやすくなりましたんで、ぜひデータタンを使ってですね、英検受ける方、英検1級だけじゃなくて他の級もありますから、まあ、問題もたくさん入ってますからね、実際に出題されたものが載っていますんでね、はい、ぜひぜひやってみてください。データタン使って英検の難語攻略してください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.